こんばんは。こんばんは。髪の毛ついてる。こんばんは。今日バカ可愛いね。ありがとうございます。今日はバカです。スウェットです。今からお風呂のルーティン、お風呂上がりのルーティンします。どんな服好き？自分が着る服ってことでしょ。安定にストリートだよね。あのアメカジとかそっち側じゃなくって、カンストとかそこら辺が好き。 Y2K とか。こんばんは。かわいい、ありがとうございます。はい、一発目リードルショットいきます。最近ね、サンビクし始めて、肌のね、ここら辺の毛穴が目立たなくなってきた。素晴らしいです、効果。本沼さん、バチコーにありがとうございます。50アンダーバーメイサンダーバーさんに113バチコーにありがとうございます。今回の特典はね、オイラの写真になってますので、お楽しみに。さらにバチコーにありがとうございます。よいしょ。痛い痛い、マジで痛いの。リードルショット、でもこれ本当に肌のあれが良くなる。コンディショングッド。Give you a smile、 好きになっちゃったんじゃしょうかね。はい、次美容液やります。最近本当に二重幅がさ、安定しないの。困ってます。超困ってる。はいはいはい、オッケー。やってリードル100がなくなるので300買った。明日届くんだ、本当です。そこ、300はね、一発目衝撃です、本当に。ピリピリ。超ピリピリするよ。次、化粧水いきます。化粧水は手でなじませる派です。コットンとか使う人いるじゃん。なんかコットンだったらもったいない気がするんだよね。コットンに染み込んでじゃない？だってその使ったコットンは捨てるわけやん。染み込んだやつもったいないじゃん。でも手についたら心とかにいっぱい濡れちゃうの。手の利点です。ではマジで肌綺麗になるんで、300はもうすぐ見てわかる。あ、変わったみたいな、それは嬉しいです。よかったらみんなも使ってみてください。あのマスクとかさ、しないからさ、肌どれだけ綺麗かってすごい大事だと思うんだよね。最近よく思う。いや、マジでなんか人と話してて、マスクしてない人とね、肌見た時にめっちゃ綺麗だなーって人いるんだよね、よく。だからそれ見て私も綺麗にしとかなんとなーって思う。自分も喋ってる時見られたんだろうなと思って。手がベタベタする。マジ肌綺麗な人って印象良くない？トーンアップしてるしさ、肌綺麗だったら。テレレッ、
装でさ厚塗りしてたらわかるじゃん、見て、あこの人めっちゃ化粧濃いなみたいな、白いなって、毛穴潰してんなみたいな。だからどれだけすっぴんに近くて綺麗かが大事だよね。こんばんは。え、そう、リードルショットし始めて一番変わったのあるわ。ここ鼻のさ、ここら辺ってさめっちゃ角質が見えやすいやん。その角質がね見えにくくなったの。それが一番すごいなって思った。なおさん、バチ購入ありがとうございます。今回の特典ね、オイランの写真になってますのでお楽しみに。よいしょ、次アイクリーム塗ります。イソフラボンアイクリームです。二重がおかしいから二重幅にしっかり塗ります。マジお風呂上がりは顔テカテカになるぐらいがちょうどいい。で次の日の朝に全部洗い流して、皮脂とかね油を落として、でまた化粧水とかするの。そしたらもう完璧よ、完璧、化粧のり抜群、朝からトゥルトゥル、肌が素晴らしいんだから。よいしょ、白塗ります。いい匂いだ。GAR は U838 購入ありがとうございます。OKOK、 しっかりなじませました。インスタが後追いしてるんだ、びっくり。そうなんだね、インスタの方が早そうなイメージ、私的にはね。じゃあ今からドライヤーするんでインスタごと切ります。 TikTok は切り方わからないでそのままにします。コメントはしてください。じゃあまたね、待っててね。
とりあえず OK。 全然ね髪切ってないです毛先も、そのままですね。もうね今前髪切りたい気分なの。髪乾かし終わった後が勝負なんだよね、髪の毛。冷やすのに変な形で冷やしたらマジで取れないから、癖が。癖なく乾かす。バラありがとうございます。はい、オッケー。今日のルーティンはおしまいです。なんでねライブをおしまいにしたいと思います。まずはね TikTok の方から切ります。ということで見てくれてありがとう。バイバイ。